流しすき機の幼生越前和紙は、福井県越前市今立地区で製造される和紙である。品質、種類、量ともに、全国一位の和紙産地として生産が続けられている。越前宝書と越前鳥の子紙が、国の重要無形文化財に指定。和紙、曲紙、宝書紙、鳥の子紙、襖すま紙、駒紙、男子、河川紙など豊富な紙紙を製造する大規模な、 は産地である特に画用紙として、雲葉玉子や白朝紙、MO 水彩画用紙、信号紙、版画用紙に、越前宝書、MO 版画用紙は、国内外で高い評価を得ている。主に、越前市の五花大滝町、岩本町、不老町、新在家町、佐田友町で生産されている。肖像法に、流し好き、試すき、半機械好がある。 主原料補助材料川上御前を祀る、岡田神社古来からの神杉の町並み越前和氏の始まりについては、はっきりしていないが、全国でも例のない神杉の神祖神である、川上御前伝説があり、越前市大滝町の岡田神社に祀られている。室町時代には、龍滝寺の保護下に神座が設けられた。江戸時代から、明治、大正、昭和、 平成に入る前後頃までは、越前の襖すま紙の需要は全国の大半を占めていた。越前宝書や越前鳥の子紙は、くげ、農耕商階級の公用紙として徴用される。江戸時代に産地を支配した福井藩は、越前和紙の技術の保護や生産の指導を行った。1665年には、越前宝書に五条天下一の印を使用することが許可される。 1873年のウィーン万国博覧会では、越前和紙の製品が新保証を獲得したが、2017年2月に、越前市内の蔵でその賞状とメダルが発見された。一般に、日本最初の反札とされる、福井反札は、越前和紙を使って製造されていた。後に、丸岡反札も越前和紙で、1868年、 明治新政府はそれまでの各藩の藩札に代わり、日本統一の大乗観札を発行し、これに採用されたのが越前和紙である。発案者は福井藩士の三岡八郎である。その後、新政府発行の紙幣はドイツ西洋紙に変更されたが、1875年、大倉省小司局が設けられる。 用紙の独自製造を再開すると、越前和紙の紙すき職人が上京して、新紙幣の用紙をすき、技術指導を行った。小紙局で製造されたことから、現在でも局紙と呼ばれている。三つ股局紙が有名である。越前和紙は、偽札防止のための透かし技法を開発したため、日本の紙幣製造技術は飛躍的に進化した。1940年には、 大倉省印刷局省支部の出張所が岩元に設置された。明治以降は、日本画、版画、水彩画、油絵、水墨画、鉛筆画、パステル画など、多くの画材、素材の用紙としての画用和紙の需要が増加する。その品質が、石井白帝、中西敏夫、竹内製法、横山大観、東山会議、平山イク多くの画からに評価、使用され、 越前和氏が絵画制作に浸透するようになる。現代美術作家、美大生、絵画教室の受講生など、平面作品制作の支持体として、造形作品、立体作品の材料として使われている。その反面、現代の住宅環境の急速な変遷に促され、薄紙や駒紙の需要の減少、証券紙の電子化による燃焼と製造支出の変更、機械付による、 量産の反動、機械式製造に伴う、人員削減、和紙製造の廃業、撤退も相次いでいる。デジタルコンテンツの普及に伴い和用和紙に加え、インクジェットプリンター用、複合機印刷用、フォト印刷用の因果用和紙も近年、和紙販売店の店頭に増加している。また壁紙など、インテリア用に和紙が活用されてきており、インテリアデザイン、ペーパークラフト、工作、 手芸など製造詩種が豊富になってきている。MOC、編集手すきによる、画用和紙で、水彩画用、版画、水彩兼用がある。MOC とはどんな和紙なのかとなれば、画用紙、水彩画用紙、版画用紙と理解すれば容易な和紙である。中国伝来のためすきにより、肖像され、ヨーロッパの用紙の手すき、半機械すきに類似したすき方である。 福井県越前市大滝町の沖水祭画用紙製造所で肖像されていた m o 氏の名称の由来は、沖ッキ八の頭文から来ている。昭和初期、戦争色が色濃くなりヨーロッパ製の画用紙の入手が困難になってくると、石井白帝をはじめとする多くの画家から、日本国内でも西洋の画用紙が生産できないかという声が上がる。依頼を受けた初代沖ッキ八は、 大阪の紙問屋から西洋水彩紙のワットマンを取り寄せ、素材の研究に入った。こうして、麻や木綿を原料とした吸水性の良いワットマン水彩紙の研究、模倣を重ね1935年、国内初の手すきによる水彩画用紙が完成した。初期の MO 紙は、紙の表面にニカワを塗り、ニカワの定着剤として、硫酸バンドという薬品を使い動作引きで、 仕上げられていた。半世紀を経た1985年から、動作機を原料に混ぜ込んだスキ動作に変わっている。1936年には、洋画家の中西俊夫の指導元吸い込みの強い、m o 氏を完成させた。また余談であるが、ワットマンスイサイシも1937年、までは全て手スきであったため、肖像、原料のブレンドなどを含めはとのブレンドではあるが、 類似性の強い紙になっている。日本画家、版画家の石井かなエコの長男である、石井白帝に MO という氏名と字型を命名された。紙の特徴としては、面、麻、蝶の繊維が緩く絡み合い絶妙にブレンドされている。用紙の厚みは 300g、平方メートルで厚手で西洋の水彩紙の平均的な厚みの規格に合わせている。 キシしゲル8のワットマン水彩紙の素材の分析もあり、あまた木綿の繊維を原料とする水彩紙の基本配合に、著、後に、新用樹パルプが入りオリジナルの和紙となった。水彩画用、版画用がメインであるが、少状用紙、名刺もある。マルマン株式会社や画材専門店の文房堂から、MO 水彩画スケッチブックも販売されていた。 絵の具の滲みや薄い伸びを期待する透明水彩及び水墨画用である m o 紙は吸水性を良くするため加圧乾燥のみのやや目の荒い仕上がりになっている波打ちが起きにくく堅牢な髪肌で水に強い髪で毛羽立ちもほとんどない水彩絵の具は元より鉛筆やパステルと相性も良くソフトで滑らかな表現が可能スケッチや建築パースにも適している にじまない紙と区別するために、中西と塩の N の字を透き込んでいる。また、滲みを止め、安定した絵の具の定着を目的とした、版画、水彩画兼用は、動作器を原料に混ぜ込んだ透き動作で、仕上げに温お及び強めに加圧したものである。紙の目を詰まらせ、吸水性を劣らせ、にじみを抑える工程である。また油絵具、にじみを嫌うアクリルガッシュによる、絵画製作にも応用が効く。 油絵具、ガッシュは元より絵の具に、粉末顔料やニカーを混合したのものなど乾くと、硬質で重量を持った材料にも耐えうる和紙である。美術作家の要望による特注を除けば現存する和紙画用紙の中で最も丈夫な支持体で万能な和紙である。紙幣の透かし込み肖像、用紙の字型同様、MO の字型の透かし込みが入っているのが特徴。 MO と読める方が紙の表で OM と読める方が裏、画用であるため紙の表を使うか裏を使うかは作家の好みである。全国の伝統工芸産地にも言えることであるが、福井はまだまだ閉鎖的な修正がある。和紙販売の店主の話によると、福井に来た観光客が福井って和紙の産地なんだと初めて知ったということがあったという。他の産地に比べて、 好き職人の数が豊富にもかかわらず、コンサルタントがいないため売り込み、企画、宣伝が特に下手なのである。そのためか県内は元より地元の人でも知らないか未も多く関心が薄い、大規模な和紙産地であるにもかかわらず全国公募の版画店や和紙賀店がない唯一の産地である。組合の運営者らも外部から企画を提案しても、閉鎖的で無反応、宣伝欲もないためか、 知名度も全く上がらない結果が続いている。全国的にも越前和紙は製造詩種は豊富であるが、工作用、手芸用、ペーパークラフト用の和紙などは、使用用途が一般の人まで伝わらない。満期受けしないため需要が伸びない。画用紙などの世界的に需要のある実用的な商品に絞ることが今後必要になってくる。福井県内では、 報道や新聞等で特集が組まれ知名度があるが、全国規模では、越前イコール和紙とは浸透していない。職人や組合は自分たちの和紙を自負してるが、一般の人にまで認知されておらず浸透しないため、購買欲にまで行き着かない。職人としては宣伝されているが、今後どんな和紙が売れるのかというリサーチ、行動力、先見の民が乏しい。全国的に、美術、造形作家、 大口の顧客、和紙愛好者を除くと、未だに一般日名度が低く、認知度が上がらない、危うさもある。MOC の肖像、継承者が途絶えたことから、和紙工業共同組合には、和紙、MOC、宝書氏に続く、新たな手すき、機械すきのが用和紙、水彩画用和紙、版画用和紙の開発、肖像が期待される。ありがとうございます。